わーいわーい、あじんのお前、まあ、お前、今俺にちょっと泥ついたな。お前、親呼んでこい、お前。おとなもこともお姉様、ごきげんよう。ゴールド。はい、ということで、今回はね、こちらのミートピアっていうね、ゲームをやっていきたいなと思います。なこちらのゲームね、ちょっとみんなに、まあ、ちょっとやってほしい、やってほしいって言われてて、この間ね、ゲオで3600円っていう価格で、購入いたしました。ということでね、こちらのミートピアやっていきたいなと思います。まあ僕もね、やったことないんで、どんなゲームかよくわかんないんですけど、かなり面白いってね、評判なんで、まあちょっと今後、まあその僕のやってるシリーズの中にね、このミートピア加えていきたいなと思います。やっていきましょう。ん？なんだ？あ、ここが舞台なのかな？ここはミートピア。ミーたちが暮らす平和な世界です。いいえ、平和な世界。でした。何何何、じゃあ顔だけになって、待てのっぺらぼうなってんじゃん。突如現れたのです。ミートピアを脅かす影が。こいつも顔面ひっぺがされんだろうな。うん、まあこいつはいいわ、どうでも。何何何、どういうこと。じゃあ気持ち悪い気持ち悪い。俺、何者かがミーたちの顔を奪ってしまいました。筋肉マンのネプチューンマンかよ。なあ、あいつマスクコレクションしてたぞ。マスク剥ぎ取って。何何これ、やばいじゃん、魔王。あ、え？ちょっと待って。めちゃくそ気持ち悪いじゃん。何あれ、ドンキーコング足みたいなのもいるし。ミーの顔がくっついた怪物たちが生み出されたのです。まあ、そりゃ怪物だろうよ。なあ、めちゃくそキモいぞ。もう平和じゃん、ここは。待って、これ勇者？もしかして。勇者じゃん。ここに、一人の旅人がいます。なんか悪そうな旅人来たよ、これ。絶対世界救わない系のやつじゃん。はあ、今日も平和だな。エソソはのんびり一人旅。まあのんびりしすぎだろ。蝶々も逃げろ、こいつはやべえから。かなりのサイコパスだから。ん？うわ、キモ。なんでこいつ目だけじゃん。なにこれ、新手の人玉系かな。除霊した方がいいんじゃない。お、すごい。え、RPG じゃん。まあなんか、ちょっと、いろいろ金目のもん物色すっか。エソちゃん基本山賊だから。お、最小の町。何これ、気持ち悪い。何あいつら。気持ち悪いやつら。何これ。ちょっと待って、邪悪なんじゃないの。ここ魔王に支配されてんのか、この町も。あ、こうやって動かすんだ。え、そう。あ、こいつナンパしてきたな。エソちゃん可愛いから。なんだよ、お前来んなよ。気持ち悪い。あいつやべえよ。何これ。何？のんきな案内人、ヨースト。うん。お前もうちょっとさ、ピリピリした雰囲気でやってくんね。はぁ、今日も暇だな。どうしたの君、そんなに当てて、おめえがキモいんじゃ。なあ、こんなキモいやつがこの世に存在するかと思うとさ、ほんゾクゾクしちゃってさ、慌てふためいちまったよ。え、人の顔がくっついた怪物？え、お前ももしかして人の顔がくっついた怪物なんじゃねえの？ヨースト。夢でも見たんじゃないの？まあ確かに、今俺は夢を見てるのかもしれねえ。俺の目の前にいるやつが、化け物の可能性ってことがあるからな。この街で過ごせば忘れちゃうよ。なんか忘れたくねえけど、忘れたくねえ記憶ってもんもあんだよ。なあ、ここにだけで忘れてさ、どんなにやべえ麻薬がさ、ここにさ、流通されてんだよ。おや、いらっしゃい、旅人さん。なんだい、おどおどして。おめえがさ、男か女かわかんねえからさ、おどおどしちゃうんだよ。ほら、笑顔笑顔。じゃあエソちゃんの笑顔はさ、ほんとにやり顔だから。笑顔にさすな。笑顔は幸せを呼ぶんだよ。なんかお前の笑顔はさ、最悪を呼びそうだけど。なあ、ちょっと主に俺の精神的ダメージが半端ないぞ。なんだよなんだよ、この街よ。マジでさ、ちょっと魔王に支配されかけてんじゃないの。つかもう完全に支配されてるわ。なあ、化け物しかいねえぞ。あ、ガキ危ねえぞ、お前。わーいわーい。あじんの、お前、まあ、お前、今俺にちょっと泥ついたな。お前、親呼んでこい、お前。僕はドラゴンだ。え、マジ？やべえんじゃねえの、こいつ。ちょっと、主におつむの方が。おい、もう、エサちゃんも苦笑いだよ。なにこいつ、こいつ親か。お前、ちょっと金払え、マジで。パーベルちゃん、ダメでしょ。いや、お前、俺にちょっと話しかけるのが筋ってもんじゃねえの。謝れよ、お前。あら、旅の方ごめんなさいね。まあ別にさ、謝罪の言葉はいいからさ、早くさ、クリーニング代としてさ、もう300万ぐらい用意してくんね。こいつ、いや、出た、やばいやつだ、やばいやつら。
あー、特にこいつがめちゃくそキモい。あ、これカップルなのこれ。なあ、主に男の方がさ、かなりの弱いを重ねてるように見受けられるが。なんて美しいんだ、君は。あなたも素敵よ。気持ち悪いな、こいつ。エソちゃんも、エソ初めて見た、エソちゃんのこんな顔。なあ、エソちゃんも思うところがあったんだろうな。確かにこれはクソキモいな。嫌味な男イボ。どっちが嫌味が決着つけてやろうじゃねえの。君、見ない顔だね。おめえみたいなな、滑稽な顔もこの世で見たことねえ。イボ。のんびり一人旅ですか。気楽だね。羨ましいね。おめえみたいにさ、定職に就かずにフラフラしてんのも。よう、羨ましいな、本当にや。パチ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 。おめえマジや。ぶん殴んぞ、これ。おめえどこちゅうや。ああ、おめえマジでや。舐めてたらや。おめえ先輩呼んでや。おめえのことボコすかんな。はい。分かってんのか、これやろ。おい、ちょい。なんかもうこいつにだって話しかけたくもねえな。頭にキノコ乗ってますよ。なんだよ、なんだよ。頼りない町長？キノピオ？ああ。私がこの町の町長なんです。まあ、俺は財人村の村長、エソソ、よろしく。もう町のみんなとお話しされました。ああ、まあ話したような気がしないでもないけど。いい町でしょ、この最小の町は。どこか？おめえ化け物しかいねえじゃん。何ここ？なあ、ビビったよ。俺、お化け屋敷に迷い込んだのかなと思ったよ。こんな私が町長でいられるのも。ん？何何何何？あいつは。ちょ、気持ち悪い。さあ、でも。いやー、そうそう、これ弱そうだな。これやばい。破壊力高すぎだろ、これ。うはははー。俺は大魔王、ヒロシ。世界に恐怖と混沌をもたらすものだ。最小の人間どもよ。あ、もうエソちゃんビビってるよ。さあ、味わえ。顔を失う恐怖をな。ちょっとエソちゃんの美少女の顔やめてよ。もう本当に。そこら辺のさ、バケモンどもの顔を剥ぎ取って。やばいやばい、ヒロシが。ヒロシどんだけブチ切れてんだよ。あ、やばい、あ。あの、うわあ、あいつら。まあ、あいつらどうでもいいわ。うん。どんどん顔を奪ってくれたまえ。うん。俺も顔を奪う側が良かったな。あ、俺なんであの女。ああ、やべえ。なんであっちのブサイクな顔の方はなんで撮んないんだ。あ、こいつはいいわ、こいつは。蝶々も撮られんじゃないのこれ。みんなの顔が。待て、ちょっと待て。絵面がやべえんだって、これ。ねえ、こんなカオスなやつら見たことねえよ。ふん、今回はこれでよしとしよう。顔を失った者たちよ。恐怖に怯え苦しむがいい。そして助かった者たち。町の仲間の様を見て。共に苦しみ、絶望しろ。あ、全然絶望できねえよ、おめえの顔見せたら。おめえ、あれコンプレックスだろ。お前、自分の顔がさ、ブサイクだからって。ああ。では、さらば。うははは。とんでもねえ野郎だったな。まあ、関わり合いにならんとこ？あれは。ちょっとやべえよ、ちょっと。しょっぱなからさ、とんでもねえ展開になってんじゃん。ちょ、どうすればいいの、これ。おめえ、さっき子供が俺にぶつかってさ、俺の服汚れたから300万ちゃんと振り込んどけよ、マジで。なあ。あ、旅の方、どうかお願いです。パーベルちゃんを助けてください。まあ、地獄の沙汰も金次第よ。まあ、金払うならいいけど。うん。あ、ありがとうございます。そうだわ。なになになに、金？お、まあ確かに、先立つもんは金だからな。うん。我が家に伝わるお守りです。はあ？ゴミ？お前ゴミやんけよ、これ。売れんの？マジで。大魔王はまた近くにいるはずです。町の外を探してみてください。まあ、おめえさ、なんでさ、俺が大魔王に勝てると踏んだ？ちょっとまあ、勝てるけど、ワンパンぐらいで。乗せっけどよ。まあいいや、ちょっと行ってくっか。おら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 、どけ、邪魔だ。おら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 。よーし、俺のこの鍛え上げた拳で、お、お、来たな？ヒロシ。大魔王ヒロシってさ、もうネーミングがもうやべえのよ。うははは。俺になんか用でもあるのか。まあおめえちょっと一発殴らせて。あ、パーベルの顔も返して、あと金くれ。返してやってもいいぞ。いや、めちゃくちゃ話の分かるいいやつじゃん。なあ、俺も魔王の側につこうかな。
ただし、こいつに勝てたらな。何これスクイーズ、おやべえやべえ、ちょっと気持ち悪いぞこれ。ちょっと何これ、ぶち殺していいのこのモンスター。生きていたらまた会おう。うん、また会おうな。ああ、さらばマブたち。うはははは、あいついいな、あいつの役どころ羨ましいわ。セソちゃんビビっちゃうよ。まあ主にさ、モンスターが怖いんじゃなくてさ、気持ち悪すぎてビビっちゃってるよ。え、あ、これはなんかあの金目になれそうなやつ。エササよ、エササよ、聞こえるかな。うん、聞こえねえけど。聞こえたようだな。こいつ俺のことはめやがったな。信じられんかもしれんが、わしは神である。まあ俺は神を超えた何かかもしんねえけどよ、神ごときが話しかけてくんな。まあ聞きなさい。どうやらそなたピンチのようだが。ああ、まあ別にピンチってほどでもねえけど。うん、その怪物と戦う力欲しいであろう。まあいいわ別に、どうでもいいよそういうの。え、いらないの。いらねえけど、何文句ある。いやいや、神として放っておくわけにはいかん。まあ神より上の存在としてはお前に放っておいてほしいけどな。そなたに力を授けよう、神の力をな。まあそれ弱体化すんじゃん、神以上の力を持ってる俺からしたら。むぅ、はぁ、お前あれだ、四天王の芝だろ。なあポケモンの。え、神の力の目覚め、マジで。職業の力、あ、そういうのあんだ。怪物と戦うための特別な職業につく。村長とかあんのかな。さあ好きな職業を選びなさい。じゃあ独裁者。戦う時の役割。ああそうか、エソちゃんなんだろうな。エソちゃんは攻撃もできるし回復もできるしさ、まあ勇者って感じだよね。あ、戦士、魔法使い、僧侶、料理人、アイドル、盗賊。アイドルでしょ、アイドルでしょ、ね、エソちゃんは。エソちゃんはアイドルでしょ。なあそれみんなのアイドルなんだから、じゃあアイドルになるわ俺。やべえ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 、これすごいぞ、めちゃくちゃ可愛いじゃん、超強そう、魔法少女になるわ。これはその力があれば大魔王の怪物と十分に渡り合えるだろう。お前ハムカツだろな、声からして。戦え、エササよ、オイラは別に神じゃないぞ。これはちょっとマイク、どうやって戦えっつんだよ、あいつ分かってねえなマジで。なあアイドルになれたのは嬉しいけど。え、マジ、え、そういう RPG 的な感じじゃん。ミニパーベルスライム、気持ち悪いな。なあこいつでも俺に泥かけだからな。じゃあ行くぜ。痛い、あいつやれよったな。じゃあ行くぜ、マイカタイク。うわ、エサちゃんあんま強くねえ。これ、ムサザクタバラ、成仏しろ。やべやべ、念仏唱えねえと。強えぞこいつ。ちょっと待て待て待て、死ぬぞこれ。え、ちょっと待て、これあと一発決まんねえと。おー危ねえ。おー、あいつ、え、もしかしてこいつ魔王じゃねえのこれ。あれだな、魔王の第一の部下だなこれ本当に。あ、助けた数とかもあんだ。エソちゃん可愛いな。頑張ったぜー。あーもう足り、マジ足りよ。見事な戦いだった、エソソよ。いやまあ当たり前っすよね。さてこれであの子供は助かったであろう。よかったよかった。おめえも話しかけてくんな、もうおめえ用済みなんじゃな。気持ち悪いんじゃ最初から。では最小の町へ戻ってみてください。分かった分かった、もう話しかけてくんな。最小の町に戻ったらエサちゃんちょっとモテモテだな本当に。親愛なる同志諸君、動画の視聴誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り終わらずゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。